おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も普通な僕と普通じゃない僕の友達、実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今日から第2章ですね。第1章では火事が起きたりしましたが、イサムさんのかっこいい活躍でなんとかなりましたって感じで、第2章からどうなるかは全くわからないですけど、早速やりましょう。今日も一日なんとか乗り切れた。数学難しいな。ちゃんと勉強しないとついていけないかもしれない。でも気持ちを切り替えて、ここからは部活の時間だ。昨日は先輩たちに映画を見せて、日常生活とかたくさん教えたし、今日はどんなことをしよう。あ、携帯の使い方を教えようかな。え、これ結局どういう部活になったの？お、信じよう。なんだ信じようって。何を？よは小さくしてください。あ、新庄ね、なるほどね。新庄。ひらがなを入力してから変換しなさい。新庄漢字が違う。そっちじゃない。写真くれ。何の？腹渡引きずり出されたたいの。あ、腹渡引きずり出されたタイの、タイ焼きね。この前食べたスペシャル腹切りチョコバナナホイップラテラテストロベリータイ焼き。みんなで写真撮ったやつ。もう使い方慣れてないの可愛いな。あんたスマホもうちょっと日頃から触っておきなさいよ。画像ファイルを受信中。あら、かわいいねいいね、この写真ちょっと欲しい。ありがとうあんた口調変わると誰だかわかんないわねせやな。うるさ新庄先輩は大丈夫みたいだけど、鬼塚先輩はもう少し文字入力を勉強した方がいいかな。めちゃめちゃ面白いなこれ。すみません遅くなりました、うん、あれ、おお、はじめ。あ、お疲れ様。お疲れ様です。お二人ともどうしたんですか？どうしたとは？なんだか二人して真剣な顔をしていて、もしかして喧嘩を？ああ、違う。真剣だったが喧嘩はしとらん。こんな能天気なやつと喧嘩なんかしても仕方がないもの。また口が悪いの。悪くもなるわよ。頭痛い。まあなあ、これはかなり。なんだ。第2章、普通じゃない職業体験。ほう、あれかな、2人が職業体験に行くのかな。職業体験実習。ほう、職業体験。これ2年生の僕たちが来週やる催しですね。先輩たちは3年生だから直接は関係ない気がしますけど。本来はそうなんじゃが、私たち転校生として今年から3年生に編入されたの。あ、そうなの。だから2年生の時にやっておくべきだった。一日職業体験をやっていないと卒業させないって理事長から言われての。あ、そうかもしれないですね。僕たちも2年生の必修行事って説明ありました。あ、そうなんだ。まあ3年生で職業体験をやらなきゃいけないのって私たちだけじゃないし、途中で編入してきた者たちは今回まとめて2年生と一緒に受けるんじゃったかの。ええ、それよりも問題は、
どこで職業体験をするかじゃ。そうなんですか？そうじゃ。俺はアルバイトはもちろん働いたことすらないんじゃ。それは私もだけど、まあ、当てがないわけじゃないわ。え？どこにするつもりなんですか？ペットショップとか言うんじゃないの？図書館とかかの。俺が考える魔法使いってそんな印象があるぞ。私も図書館が良かったんだけど、2年生で応募している子がたくさんいるらしくって、ただでさえ3年生だっていうのに2年生の集団に突っ込むのはちょっとね。1日だけじゃろ、問題なしなし。そんなこと言って、周りに知らない子がたくさんいるってことは、それだけボロが出やすいってことなの。新庄は意図的に魔法を使わなきゃバレんじゃろ。そうとも限らないから言ってるの。変なこと口走ってなんだか違うって噂になるのはもうこりごり。なら、はじめ、新庄はどんなところで職業体験をしたらええと思う？え、僕ですか？そうですね。ええ、ああ、あるじゃん、猫カフェ。ほら、アパレルショップ、メイドカフェ、あ、違う、メイド喫茶、猫カフェ。いや、メイド喫茶で働いてほしさも十二分にあるけど、十二分にあるよ。もうむしろそれを押したいんだけど。いや、押しちゃうかメイド喫茶とかどうでしょう？メイド喫茶、うちのクラスでとっても人気なんです。普段はできない職場での経験なので、もしかしたら新庄先輩も楽しみつつ働けるかもしれません。メイドってなんじゃ？召使いっていうか、下僕っていうか、給仕って言えばいいのかしら。いや、そんな仰々しいものではなくて、説明したかな？絶対嫌ですよね。そんなにですか？そんな恥ずかしい衣装着て給仕なんか絶対できない。ダメなんか？ダメじゃなくて嫌。初めての職場体験くらい普通のにさせて。すみません。順序が嫌なの。心の準備が。心の準備ができたらするんか？あんたちょっと黙ってて。三橋くん、なんでそんな職場体験を私に勧めるの？え、あ、いや、なんとなく似合うかなってすいません、私の下心が出ました。おわー、来たー一万円あるんですね。最高最高、いいね、似合うね。え、お、似合う服なんか。はい、女の子が着たらとっても可愛い服なんですお前はなんちゅう顔してるんじゃ。うるさい。じゃあ他の職業は？でもアパレルショップって感じじゃないよね。やっぱ猫カフェだよね。進めとこ。猫カフェとかどうでしょう？なんじゃそこは。猫を食べるんか？いやよ。そんな地獄みたいな場所。違います。猫カフェっていうのは。ああ、説明するのね。ほう。猫と触れ合って客人をもてなす喫茶とな。そんなすごいところあるの？はい、駅前に一軒お店があるので、新庄先輩猫が大好きみたいですし、ぴったりだと思います。うん、どうでしょう。悪くはないわね。私、猫と喋ることができるし、他の生徒よりは猫カフェってところでうまく職業体験をこなせる自信があるわ。おお、ぴったりじゃの。水を得た魚というやつじゃ。よかった。
猫とおしゃべりできるならお世話も難しくないですね。バッチリ職業体験もこなせると思います。そうね。ありがとう。聞こえんのうるさいわね。きちんと礼が言いたいんならそれくらいでかい声で言わなきゃ損じゃ。まあ俺を言おうと思っただけでも新庄にとっては進歩かの。俺も働くにいい職場を見つけたいもんじゃ。はじめ、どっかいいところないもんかの。そうですね。あんたたちむしろ一緒に行ったら？え？おっと、ご飯が炊けましたね。ちょっと音入ったかわかんないけど、ちょっとピーピーピーってなった。あ、いい匂いする。鬼塚がボロ出さないように見張ってあげなさいよ。猫カフェは、まあ、多分大丈夫だし。それはいい考えじゃ。さ、3人で猫カフェっていうのはダメですかね。俺は動物にはあまり好かれんから、力仕事なら任せてほしいもんじゃが。猫カフェは力仕事って少なさそうですし。そうですね。あーん、職業体験に付き合う力仕事ができそうな職場を探す。いや、まあ普通に一緒に行っていいんじゃない？ダメ？おせっかいかもしれないけど、僕も鬼塚先輩に助けてもらえたら心強いし。鬼塚先輩、僕と同じ職場はどうですか？お、一緒に行ってくれるんか？はい、鬼塚先輩のことをできる限りサポートします。おお、初めて職業体験に行けるんなら百人力じゃ。よかった。いい職場体験の場所見繕っておきますね。よろしゅう頼む。気張らんでいいぞ。ったく、三橋くんに任せっきりにしないでちゃんと働きなさいよ。新庄が言えた義理じゃないじゃろ。ラッシャーせーなるほど、似合うね。鬼塚くん、大きくていい声だけど、もう少しコンビニっぽくお願いね。あ、そうか、コンビニか。申し訳ない。いや、大丈夫だよ。元気がないよりかはとてもいい。お客さんびっくりしちゃうから、もう少しだけ小さい声だと嬉しいな。わかった。この人、この間の火事の人。はい。からちきと鶏皮2本と7番ください。なんかそんな形相で言うことじゃないと思うんですけど。え、から三橋くん大丈夫だよ。はい、からちきと鶏皮串2本と7番のタバコですね。三橋くん、鶏皮串2本お願い。鬼塚くんは7番のタバコを取ってもらってもいいかな。わかった。もっと落ち着いてメモを取ったらよかったかな。いや、でもコンビニのレジでメモなんて遅くなっちゃうし。はじめくんの方がよっぽどヘタレじゃないか。はあ、なんじゃ元気ないの。弁当はうまいと思うぞ。いえ、僕、サポートしますとか言っときながら、全然仕事ができなくて。このコンビニで仕事をするのは初めてなんじゃろ？ならできないことが多いのは当たり前じゃ。そうですけど。俺はの、コンビニは前々からとても気になっていたんじゃ。明るくていろんなものがたくさん置いてあって、何より近い。最高じゃな。あんまり鬼塚先輩がコンビニを好きそうなイメージってなかったです。そりゃ偏見じゃ。俺が住んでいた山は星が綺麗じゃが、とにかく暗くての。虫の声は嫌いじゃないんじゃが、50年も100年も聞いていればさすがに飽きてくる。
そんなに長く山の中に住んでいたんですか？そうじゃ。鬼が人里に住んでいたら問題じゃろ？確かに。でも今は住めているじゃないですか。今はの、昔の人間は村ごとに住んでおったから、部外者が入ってきたら即怪しまれるんじゃ。村？そういえば。ん？鬼塚先輩は如月学園の生徒になる前はどんな生活を送っていたんですか？聞きたいか？はい。鬼塚先輩が嫌じゃなければ。嫌じゃないぞ。はじめは胸じゃないよ、腹だよ。はじめは腹を割って話せる仲だと思っておる。ありがとうございます。じゃが、面白いかの、鬼のことなんか聞いて。少なくとも鬼の生活は人間とは違う。聞いたら失望というか、俺にがっかりすることもあるかもしれん。せっかくうまい昼飯を食って楽しい職場かプププププスプララしてパパンザ。せっかくうまい昼飯を食って楽しい職場体験をしてるんじゃ。もっとこう明るくて楽しい話題を。話題が変わっちゃう。僕は聞きたい。鬼塚先輩。僕は面白いかどうかじゃなくて、鬼塚先輩という人、鬼っていう種族のことをもっとちゃんと理解したいなって思うんです。なんでそこまで人間に興味があるんだろうとか、どうして住んでいた山から出てきて学校に来ようと思ったのか、おこがましいですけど、友達としてぜひお話を聞かせてくれたら嬉しいです。友達の。あ、いえ、同じ部活の後輩としてぜひお伺いしたいんです。言い直さんでええ。俺にしてみれば先輩やら後輩なんて隔たりはあってないようなもんじゃ。俺は、いや、わしは、ずっと昔から山奥に住んでおった。まだ今のように人間が電気に頼りきるより前の時代から。いい BGM。わしは集落に近い山をねぐらにしておった。鬼塚先輩はその頃から人間に興味があったんですか？いや、まるでなかった。その辺にぴょんぴょんしているウサギやシカと同じだと思っておった。鬼はの、基本的には群れないんじゃ。もともと数が少ないのもあるんじゃが、とにかく頑固で力に頼る奴が多くて、よっぽどじゃない限り性格が合わんくて群れん。なんだか、昔話とかに出てくる鬼ってそういうイメージがあります。乱暴者で自分勝手か？はい。うん、正直でよい。そして間違ってはおらん。鬼はな、基本的に享楽的なんじゃ。つまり楽することが大好きで、力で奪えるものは奪う。弱肉強食。そんな言葉通り、人間からいろんなものを奪っておった。わしはそんなでもないが、鬼の中にはな、人間をいじめることが大好きな奴が結構おる。弱いくせに贅沢をしたがる。すぐ群れる。殴ればすぐ逃げるし、殺せば食料になる。だから、わしのことを見て逃げる人間は、たくさんおった。集落の者はほとんどそうじゃったな。そしてわしは、それに便乗しておった。便乗？そうじゃ。命が惜しくば、
食い物をよこせと言った。鬼は燃費が良くての人間の一食分の食料で数日は生きられる。そんなことをして集落の近くのを通る人間を脅して生きとった。山賊みたいなことをしていたんですね。そうじゃ。幸か不幸か、その集落の近くに人をいじめるのが大好きな別な鬼がいての。そいつと勘違いされて、食料は潤沢に手に入った。自分は苦労をせず、楽をして生きることができた。わしはそうやって生きることに、疑問も迷いも何も感じなかった。だって、人間にとって鬼とは、そういう生き物なんじゃろ。軽蔑するか。ならばここで話をやめておくが。どうしよう。鬼塚先輩はどっちでもって顔をしているけど、僕の気持ちは。いや、続けてもらおうよ。もっと聞きたいな、私は。いえ。確かに鬼は乱暴で、人間より強くて、怖いイメージがつきまとう。そんな存在だと僕は思っていました。でも、鬼塚先輩は違います。優しくて、明るくて、僕が抱いていた鬼のイメージとは全然違う。人間のことをどうでもいいと思っていた鬼塚先輩が、なぜ今、人間のことをもっと知りたい、人間社会に混じってみたい、と思っているのか、僕は、それが知りたいです。それがきっと、鬼塚先輩の明るさとか、優しさの理由なんだと思います。だから、続けてください。物好きじゃの。その顔を見ていると、あの時の子供を思い出す。え、子供？ああ。もう何十年も前になる。ねぐらの近くの集落に、妙な病が流行り始めた。病？いい BGM だな。いや、なんか、これ多分、二パートに分けてるな。うん。途中で切ってると思いますが、そのまま続けてみてください。詳しくは知らん。バッタバッタと人が死んでいった。もともと小さな村じゃった。が、病のせいで毎日毎日葬式じゃ。村は線香臭くてかなわんし、毎日毎日寺の鐘がゴンゴン鳴って、すすり泣きが聞こえておった。それは、辛いですね。いや、わしは痛くも痒くもなかった。それはそうですけど、でも、鬼塚先輩は、見ていたはずです。普段から見ていた村が、そんな風になってしまう様子を、毎日毎日ずっと。確かに見とった。治るのかどうか、何が起きたのか。子供の声がうるさかった集落が、すすり泣きしか聞こえんくなったら、ちょっとぐらいは気にさ、キプラプラつたんたん。ちょっとぐらいは気になるもんじゃ。そして、集落の者が話しているのを聞いた。わしが住んでいる山に生えている毒草を煎じて飲めば。毒草じゃない、薬草だよこれ。毒草煎じて飲んじゃダメじゃん。何やってんの。わしが住んでいる山に生えている薬草を煎じて飲めば、その病は治ると。じゃあ、その毒草じゃないってだから。じゃあ、その薬草のおかげで、流行り病はすぐに収まったんですね。にゃ、すぐに治らんかった。え、まさかあげなかったんですか？まさか。山に生えてる草まで取り上げるつもりはなかった。じゃあ、なんで？取りに来なかったんじゃ。
薬草があれば治るんですよね。そうじゃ、単純じゃろ。じゃが誰も来んかった。来る日も来る日も山のふもとにいたが、村から来る者も村から出る者もおらんかった。山には鬼が住んでいるからだそうだ。集落の人間にとって鬼は人を殺す生き物になり果てておったんじゃ。山に入れば荷物をむしられて殺される。だから山は危険で入ることができないと言っておった。鬼塚先輩は人を殺してないんですよね。そうじゃ、だが他の鬼は殺しておった。そしてわしも人間から荷物を奪って楽をしていた。だから人間にとって鬼はもう関わりたくないものになっておったんじゃ。働かず他者をなぶって楽をして生きてきて、その報いは死んだ後にでも来るもんだと思っておった。でも違った。わしは生きているうちに鬼の当たり前と人間の当たり前の違いを知ってしまった。あんなにも静かな村を見ることになるとは思っていなかった。山から毎日毎日葬式の列を眺めて、わしがいなかったら、楽をしなかったら、人間を虐げることを疑問に思っていたら、こうはならんかったのかと、日が沈むたびに思っておったよ。鬼塚くん、三橋くん、そろそろお昼休憩は終わりだよ。おお、了解じゃ、すぐ戻る。そっか。